ってますよとかめちゃめちゃ送られてきて電話もかけられまくってきて、うん、そうやって働くのを妨害しようとする絶対同じやつだと思うよやってるの俺が働けってねあのニートの時に働けって散々ね文句言ってるやつが絶対に働いたら働いたらこんなやつ雇うなって多分通報してると思う絶対同じやつだと思う結局何やったって叩くんだよ叩くやつは間違いないと思うそう何したって文句言うんだよ結局絶対働けって言ってたやつがねあの実際働いたら妨害をねこんなやつを雇うなってそいつらも働けって言ってたやつも絶対にそういう風にこんなやつを雇うなって言ってると思う間違いなく、うん、そうなんだよね結局ネットの世界ってね、うん、結局そうなのよ、うん、マジで、うん、あ、にゃがたさんナイスアドレスはい、ポコさんナイスアダスお前押してないだろアンチやろ、うん、お前ポコってやつはポコ文字ってやつだろなんか変な気持ち悪いなんかアニメのサムネアニメじゃないなんつうの変ななんかキャラクターみたいなサムネやってるお前毎回俺にアンチコメ打ってるお前同一人物だろお前、うん、毎日のように粘着してねコメント打ってたお前別赤だろそれの分かってんだよお前うんよいしょ。よし、次役行くか。ちょっと6時からは、6時からちょっとね、ちょっとだけ用があるんで、用って言っても大したあれでもない大したっていうかそんな別に何時間もかかんないですけどうんじゃあ次枠取るかな空中浮上やってみて空中浮上500になった500になりましたねうん配信も立派な仕事ですよニートだとは思ってないいやーそれはない姿勢だと配信に対する姿勢だと思うな俺正直そういうのは、うん、毎日頑張って企画してるやつはどんだけ稼げてなくてもあなんか本当に配信業頑張りたいんだなって気持ちになると思うけどただ家で毎回毎回アイテムください投げ銭くださいって言ってるやつは正直それ配信って言えるのかなって感じはするよねまあ俺のことなんだけど